はい、宮古城オステオパシー治療院の宮原孝弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は5月もですね、中旬に入ったということで、コロナ太りを撃退する短期ダイエット企画を発表したいと思います。で、今はまだですね、その新型コロナウイルスによる外出自粛が続いていて、なかなかね、ストーに出れないので、運動する機会がなくなってしまったり、通勤していた方はね、テレワークになってしまったりとか、あるいはその通勤で歩くことがなくなってしまったために、今、コロナ太りが社会問題になってきているんですね。で、そこで今回は、4月から、ね、コロナ太りをしてしまった方にリセットしていただこうと思って、ダイエット企画をご用意させていただきました。ですので、ぜひ最後まで動画をご覧になっていただいて、そのコロナ太りを解消していただきたいと思います。このチャンネルでは健康美容ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しのないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、コロナ太りを解消する短期ダイエットについてなんですが、あなたはコロナ太りってしてしまいましたか？先ほどの話のように、やっぱりその運動する機会って絶対減ってると思うんですよ。で、私もね、やっぱり運動する機会減ってしまったんですよね。私はもともとバレーボールをね、週1、2回していたので、それがその定期的にね、運動する機会になっていたんですけども、バレーのチーム自体がね、その、コロナの影響というか、今この新型コロナが流行ってる状況でですね、その活動を自粛しようということで、もう、チームをお休みにしてしまったからですね、そのためそのバレーする機会なくなっちゃったんですよね。だからそれで私もやっぱり運動する機会も減ってますし、やっぱりですね、あなたも少なからずその運動する機会っていうのは減ってるはずなんですよ。で、例えばですね、外出できないことでね、そのお休みの日にね、どっか出かけて行って、どっかそのいろんなとこ、ショッピングでもね、そのどっか自然の周りのところでもいいんですけども、そういうのがやっぱりできなくなってしまってるじゃないですか。で、あるいはね、そのテレワークのおかげでですね、家の中で仕事ができるからいいんですけども、その通勤が減ってしまったために、その歩く歩数っていうのがめちゃくちゃ減ってる方が多いんですよね。で、以前はですね、その歩数が1万歩を超える方が結構割合がいらっしゃったんですけど、もう4月からね、3000歩以内に収まってる方が本当に多いんですよ。で、そのためにコロナ太りってね、すごく急上昇している状況なんですよね。だから、もういろんな方がね、今コロナ太りしてしまって、それで今大変な思いをしてるんですよね。太ってきたけれども、運動では痩せられない。今その、なかなか運動が行えないからですね、運動ではなかなか痩せられないので、どうやってダイエットしようかなというふうに悩んでる方が多いんですよね。ですから、あなたも気づかないうちにコロナ太りしてるかもしれないんですよ。で、もし体重計にね、最近乗っていないってことは、もう要注意ですね。もう知らない間に1キロ、2キロ、普通に増えてるかもしれないです。で、今はもう5月の中旬でしょ。で、もし新型コロナウイルスがですね、夏までに収束した場合、もし夏にですね、海に行くと考えると、もう今ぐらいからダイエットを始めた方がいいんですよね。で、海に行かないとしてもですね、海に行かない方もたくさんいると思うんですけども、夏はやっぱり薄着になってしまうじゃないですか。で、私はね、もう今すでに半袖ですけども、この半袖で腕の肉が見えちゃったりとか、あるいはそのお腹の出っ張りがね、その薄着のために見つからないためにも、もう最近ね、暑くなり始めましたから、もう暑くなり始めた今のうちに、もう痩せておくことがとても大事なことなんですよね。で、そこで、あなたにもですね、夏にその嫌な思いをしないでいただきたいので、今回のダイエット企画をしようというふうに思ってたんです。で、今回のダイエット企画、その方法なんですけども、ダイエットする方法なんですけども、もちろんファスティングになるんですね。で、ファスティングは断食することなんですけども、ちゃんとしたファスティングではお腹は空かないですし、ふらつきもないですので、仕事もしながらね、普通に行えますし、で、健康的に短期間で大幅に痩せることが可能なんですね。で、やはりその運動がしにくいこの状況、ご時世では食事面でダイエットするしかないんですが、それならファスティングは最も短期的に、そして健康的にも美容的にも最適なんですよね。もうこれ以外のその食事のダイエットってなると、スピードが足りないか、健康的にするんだったらもうスピードが足りないか、あるいはもう健康を犠牲にして短期的に痩せるか、もうそのどっちかになってしまうんですよ。で、しかもその健康を犠牲にしてね、例えばその糖質制限とか、何かその置き換えのダイエットとかありますけども、そういったものだとやっぱ健康を犠牲にしますが、もしそれで痩せたとしても、それってある程度のラインで止まってしまうんですよ。どうしてもその減っていく、限界が来ちゃうんですよね。それって必要な有効成分が足りないために、その痩せるのが止まってしまう、脂肪燃焼が止まってしまうんですよ。もうそれはもう分かっていることなんですよね。で、しかもそういったダイエットの仕方では筋肉を落としてしまいますので、リバウンドしやすいので、結局夏までにまた太ってしまって意味がないんですよ。だからやっぱり短期的に健康的に痩せるためには、ファスティングは必須のことなんですよね。
で今回はですね、そのダイエット特別企画ということで、まあ、ただのファスティングのご提案ではないんですよ。であなたにも嬉しい特別企画となっていますので、まあ、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。で私はですね、その実は1年に3回から4回ぐらい定期的にファスティングをしているんですね。日頃ですね、やっぱりその食品添加物とか農薬の問題とかね、やっぱり全部気をつけるっていうのはなかなか大変なので、まあ、定期的にファスティングをしてね、デトックスすることで健康を維持するためにね、1年に3、4回ぐらいしているんですよ。まあ、例えばね、私も飲み会とかの、ね、付き合いもありますし、その外食に行く機会とかもあるんですよ。でその時にね、いやちょっと無農薬野菜じゃないと食べれないなとか、動物性タンパク質取ると腸内環境がとか、あるいはそのこれ添加物入ってるかもしれないからちょっと自分は食べれないですねみたいに言うわけにいかないじゃないですか。こいつ KY かみたいに思われても嫌だし、まあ、なかなかその付き合い上ね、そういったその極端な襟褒めってできないですので、私はね、だからその普通のその食事はね、まあ家の食事はもちろん気を使ってますけども、普通にその外に出た時の食事はもう何でもね、その気にせずに食べるようにしてるんですよ。でその代わりにそのデトックスをね、定期的にするために1年に3、4回はねファスティングをするようにしているんです。で前回ね、そのファスティングしたのは大体2月とか1月とかだったんで、まあそろそろいいタイミングだし、まあ多分多くの方がねコロナ太りで辛い思いをされているだと思って、今回の企画をご用意させていただいたんです。まあ、だから私とね一緒にファスティングしましょうという企画なんですよね。一緒にねスタートできると、やっぱりその今回のね、そのファスティング、私はですね、今回のファスティングはそのファスティング経過を一緒にお伝えしていこうと思ってるんですよ。ファスティング準備食をね1日も終えてこんな感じでしたよとか、こんな体重の減少がありましたよとかね、お伝えしていくつもりなんですよ。でそこであなたもですね、一緒に始めてもらえると、あ準備食ね、やっぱり1日目とか2日目とかどんな感じかなとか、その自分だったらこんな感じなんだけども、他の人はどんな感じなのかなっていうのが分かりますので、やっぱりそれってねすごいしやすくなるんですよね。ファスティングを続けやすくなるんですね。まあ、だから一緒にファスティングを始められた一番理想的だなと思ってね、今回の企画なんですね。で私は今回ファスティングをするのが、まあ、再来週の月曜日5月の25日か、あるいはその次の週の6月1日に始めようと考えていて、で今回のファスティングを行う日数をね、まあ、とりあえずは5日ファスティングにしようかなというふうに、まあ、それ5日以上のファスティングしようかなと思ってるんですよ。であとはね5日やってみて、あとはもう乗り次第でドリンクを追加してファスティング期間を延長しようかなっていうふうに考えているところなんですね。で私はですね、前回というか、まあ、以前ですね、9日間ファスティングをね最大したことあるんですけども、その時にもね確か5日間ファスティングか7日間ファスティングかしようと思って、それでもうやっぱりもうちょっとというか、まあ、全然いけるから、まあ、やっぱり期間を延長してね、その9日ファスティングっていうのをしたんですね。まあ、だからまあそんな感じでそのファスティングやってしまうと、ものすごくその体が楽になりますし、全然ファスティング辛くないので、まあ、どんどん延長していく方が多いんですよ。まあ、だから今回ですね、私はとりあえず5日というふうに、5日以上はしようというふうに決めていますので、毎回ファスティングで5日ぐらいしてますので、まあ、あとはもう乗り次第でドリンク追加してファスティング期間を延長しようかなというふうに考えています。いや、本当はね、もう私的にはもう明日からね、したいと思っているんですけども、今回この企画考えちゃったからですね、あなたにも一緒にファスティング始めてもらって、でコロナ後というね、解消してもらうというふうに、企画にしようと思ったら、まあ、ファスティングドリンクをね、例えば発送して、まあ、届くまでの日数っていうのはやっぱかかってしまうので、一緒にファスティングしようと思って明日からじゃできないんですよね。まあ、だから外期間を空けないといけないので、まあ、今回この期間を設定したんですよ。最初の月曜日かその次の週かなっていうふうに考えたんですね。ですからまあ私としてはね、もう早く始めたいので、まあ、ちょっとね今うずうずしてるところなんですよね。もう本当に早く始めたいんですけど、ちょっと期間空いちゃうので、ちょっと辛い、ちょっと心境的に辛い状況です。まあ、ファスティングってね、実際その明日からしようかなとか明後日からしようかなって、まあ、こんな感じでその結構軽いノリで始められるんですよね。日頃の食事気をつけたらですけどね、日頃から暴飲暴食してるとちょっとファスティングまでの期間を空けないといけないから、そんな簡単には始めないですけども、日頃の食事気をつけてるともう明日からとか明後日からとか簡単にできますので、まあ、結構手軽に始められるものなんです。でもしですね、夏までにダイエットをしたいというふうな、まあ、目標の体重とかがある方は、私と同じタイミングで始めるとですね、まだ期間に余裕がありますので、少なくともまあ3キロは絶対痩せられますし、まあ、今回と例えば7月にね、まあ、7月の8日ぐらいにもう1回ファスティングを入れれば、まあ、6キロは、ね、余裕で落とせますし、でもっと落としたい方は、今回ファスティングをして、次のファスティングまでに夜ご飯をですね、ファスティングドリンクに置き換える半日ファスティングというふうに継続して行ってもらうとですね、今回ファスティングして、そして次のファスティングを設定してですね、それまでずっと夜ご飯をね、ファスティングドリンクに置き換えるんですよね。でそうすると半日ファスティングでずっと続けていけますので、ずっと体重を落としていきますので、まあ、合計10キロぐらいは、ね、余裕で落とすことができるんですよ。
まあ、だからその夏までに、ね、その体重を落としたい目標の体重がある方は今計画することってね、まあすごい便利な時期というか、まあちょうどいい時期なんですよね。ちょうど目前だし頑張れるし、でしかも期間にはちょっと余裕があるから計算してもね結構うまくいくので、まあ、ちょうどいい時期なのでやっぱりね今始めるのはすごくメリットがあることなんです。でそれではですね、今回の特別企画を発表したいと思うんですけども、今回の企画ですが、ファスティングのね、その内容をね、変更しますということなんですね。で通常私がサポートするファスティングでは、このマナ酵素という酵素ドリンクを使ってそのファスティングを行ってもらっているんですね。これがその一番ベーシックな酵素ドリンクになるんですよ。でこれをそのファスティングドリンク、まあ、このマナ酵素をですね、2本使ってそれで3日間ファスティングというのが一番ベーシックな方法になるんですね。でも実はこのマナ酵素以外にカラ酵素といってこれのワンランク上のドリンクがあるんですよ。で私は今回はこっちのカラ酵素を使ってファスティングをしようと考えていて、でその今回ですね、あなたにもそのこのコロナ太りを解消するための特別企画としてこのマナ酵素をですね、カラ酵素に変えてそのファスティングをねサポートしますよってご提供しますよっていう企画なんですね。でこのカラ酵素っていうのはそのマナ酵素、このマナ酵素をベースとして、まあ、有効成分をプラスした、いわばパワーアップさせたドリンクなんです。でコラーゲン生成に関わるのはシリカという美容成分とか、いや脂肪燃焼とかね、デトックスの効果をさらに高めた、まあ、結構高級なドリンクなんですね。で実はこのドリンクね、そのこっちのドリンクカラ酵素ってね一般販売してないんですよ。それでその転売防止だったりとか、まあ、いろんな理由があるんですけども、その一般販売してないので普通には手に入らないものなんですね。ですからまあこの普通には手に入らない特別なドリンクを私がサポートするファスティングの通常価格と、同じ価格でこのマナ酵素を、ね、使った価格と同じ価格でこちらのカラ酵素に変えてですね、ファスティングの、セットと、まあ、サポートを提供しようかなっていう企画なんですね。だからね、結構お得な企画なんですよね。でただし期間は限定します。で私がですね、ファスティングを行う予定の、まあ、6月1日までにね、まあ、できれば頑張ってその夏までにね、その痩せるために6月1日までにね、そのファスティングをしていただきたいと思いますので、まあ、5月末、5月31日までのお申し込みの方に、書き出していただきます。でこのカラ酵素ってね、マナ酵素よりもかなり高いですので、結構高級品なんですよ本当にね。まあ、だから同じ価格でこのカラ酵素できるって結構お得な企画なんですよね。まあ、ですのでその夏までに痩せたい方、ダイエットしたいとか綺麗になりたいとか、あるいは健康になりたい方はね、ぜひこの機会にファスティングチャレンジしてみてください。本当にお得な企画ですからね。でこのカラ酵素を使ったファスティングのお申し込み方法なんですけども、この動画を、ね、見ていただいた方だけの特別企画ですので、お申し込みの方法をちょっと変えます。で私のファスティングのお申し込みはですね、下の説明欄にあるファスティングホームページの方からできるんですが、通常のファスティングお申し込みできるんですけども、そのホームページの方に入っていただいてですね、下の方にあるそのお申し込みボタンを押していただくと、名前とか住所とかを入力するフォームになるんですね。でそのお申し込みフォームにはその備考欄がありますので、その備考欄に夏までに痩せるというふうに書いてください。で夏までに痩せるで言い切った方だけ、その覚悟を、ね、した方だけにこの本気のドリンク、特別なカラ酵素をお届けしたいので、必ず備考欄にですね、夏までに痩せるというふうに書いてください。そうしたらですね、この、特別なカラ酵素を使ったファスティングをご提供しますので、ぜひ私と一緒にですね、夏までに、痩せて、まだねその新型コロナウイルスが、完全に収束するかどうかわからないですけども、その準備をね、終えておいて夏を楽しみに、迎えたいなと思います。でまたその新型コロナ太りをね解消するためにもいいですからね、夏に向けなくてもコロナ太りを解消するためにもね、やっぱりまあそのファスティング、まあ、ダイエットするのはとても大事なことですので、まあ、そういった方にやっぱりおすすめの企画になります。ということで今回は夏までにコロナ太りを解消して痩せるという特別企画をお伝えさせていただきました。で今回の企画はですね、今までいろんなダイエットをしたけども痩せられなかった、まあ、あるいはリバウンドした方にはですね、ぜひやってほしい企画なんですよね。でファスティングはですね、そんなダイエットに今までずっと失敗してきたっていう方がたくさん成功されていますので、このファスティングでですね、脂肪を落として人生を変える体験をしていただきたいと思うんです。もう10キロね、例えば今から夏までに
ね、10キロ痩せるってすると、まあ、ファスティングだったら結構簡単なんですけども、10キロ痩せるって結構ね、人間変わりますからね。人生が変わるファスティングってこういう、由来があるんですよ。もう10キロ痩せると本当に人生変わるので、まあ、その体験をぜひしていただきたいんですね。で、またこの時期にダイエットに動き始められないあなたはですね、夏までに痩せることはまず無理ですので、もうこれ以上遅くなった時期からね、ダイエットしようというので結構無茶なダイエットになっちゃいますので、まあ、今はやっぱり踏ん切れないと無理なんですよね。まあ、だからぜひ思い切って行動してもらいたいと思います。まあ、ただですね、それもどう判断するかもあなたの自由ですので、夏にね、後悔しないように、ぜひ今のうちに選択をしましょう。で、このチャンネルではあなたの健康と体のお悩みを解決できる情報をお伝えしています。で、今回の動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。で、今回の話をあなたの大切な方にも教えて、一緒に健康になるように努力しましょう。で、またね、この動画をですね、他のダイエットしたいというお友達にもね、ご紹介して、一緒にダイエットしてもいいですよね。それもやっぱり、一緒に情報をシェアできるから、すごくファスティングしやすいですし、あるいはですね、ご家族の方とかも、ね、一緒にやってもいいと思います。まあ、ですので、ぜひね、この動画というか、この内容でぜひ、シェアしていただいて、一緒にダイエットできるともっと素晴らしいですね。で、もし私の接する整体院とか、私がサポートするファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にあるホームページのリンクから、ホームページの方をご覧ください。今回の動画をご覧いただき、ありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想などぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アートでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。